こんにちは、黒です、今日いただいたのは損をすると知っていてもした行動っていうのを、書きました、昔、たこ焼き屋をやったりとか、あるいは家具屋をやったりとか、ある程度どこまでいけるかわからないなと思いながら、損をすると知っていたとは言えないですけど、なんかちょっとあれですよね。やっぱり、そういったことっていうのは いろんなことがありますけど、いろんな勉強にはなったと思いますし、やっている中で、人との付き合いとかいろんなことを学ばせていただいたかなというふうには思います。本日は以上です。